借金返そうと思いましたね、ちゃんとチャンネル登録よろしくお願いします、マジで。じゃあ来年200返すか。それはちょっとどうしようかな。もう一回レイニブル弾いてもらっていいかな。カズコ歌える？四六時中も好きと言って。まあ17です。ごめんね、笑って。焼肉しようかな。おー、はいはいはい。何？うわ、臭っ。あかん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 。あー、すごい。誰か腐ってるわ、この匂い。プリング確認して。めっちゃ嫌やわ、匂いなあかんの。食えや、腐ったやつ。ホタテですね。え、その空き切ってるもんな。大丈夫？なんか開いてましたね、最初から。え？プリング、匂ってみて。大切、大切。まだです、まだまだです。まず聞けよ。この煙でいいんですか？あ、そう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 。いつもこんな感じなんで。いや、いつもこんな感じじゃないで。え、本当ですか？あ、間違った。あ、ごめんごめんごめん。パチになると思った。人生で一番焼肉食う年やん。ちゃんとその体型の食い方するな。いつもあの、口内炎だらけのガリガリと一緒に食ってるから。めっちゃうまいっすね。お帰りもらっていいですか？うん、どうぞどうぞ。すごいっすね。とにかく彼女いてる。僕、できたことないですね。いや、でも今行かないとダメよ。10代、ちょっと遊ばないと。僕は10代は2次元しか愛せなかったっす。エヴァの女の子で抜いたりしてましたね。僕、ロビンでしたね。あ、ロビン。こんな贅沢だよ。10代でこれ食べちゃったら、やばいよ。本当に。しかも、タダでな。そう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 。くっさ！ 10 代はちょ、10代は体張らないとダメだよ。何すか？すいません。めちゃくちゃコキ使うよ。まあ10代なんでね。使えるもん使った方がいい。めっちゃ食うっすね。うん、とんがり。氷が引くぐらい食うって相当やな。全部も持ってっていいよ。次の肉あるから。これで終わりやったらそうはいけへんけど。そうね。君と寄り添っていくつも乗り越えた。ああ、いいっすね。30超えてからもう涙もろくなっちゃって、登頂した時とか、ね。最近登山行ったってこと？登山は行ってないですけど、なんか行ってきてのやつ見て、なんであんなことすんだろうなと思って。何が楽しいのかなと思って。何？うわ、これは頑張った。ホットプレートが頑張ったってこと？ホットプレート。フリ君、なんか高校生相談事とかないの？怪物君に。アーティストやってる仲間って年上ばっかなんですよ。恋愛対象に入んない。ファン行った方がいいですね。ファン行かないです。ファン、本当にでもファン行った方がいいって。行かないっす。いやいや、違う違う。匂いすごいっすね。いいでしょ。いや、うん、なんかやばい、匂いが。そうなんですよ。そう、それ言ったんですよ。え、食いたくないな。なんか半額でいいよって言われたんですよ。なんで俺だけ食わないの？不安や不満を飛ばすため、窓を開けたハイウェイ。いいっすね。じゃあいいっすかね。じゃあいいっすかね。ちょっと待ってたんで。何の水？焼きそば用の水。汚れなんすか？あんまり取れなくなっちゃう。取れますよ。取れます。ちょっとやばいか。公園の奥に落ちてるコッペです、それ。そうそうそう。臭くないっすか？宇治原さんと同じ顔して食ってるけど。うわい。いらねえ。チャンネル登録よろしくお願いします、マジで。